お願いいたします,ししますさて今節はですねまくって逃げてまくりざしての予選三勝をマークいたしました、はい、もう振り返ってみていかがですかあの初日から足自体は良かったのでうん、うん、そこを生かしたレースができたかなと思います水面状況の変化もあったんですが、はい、振り返ればいいコメント出てますよねそうですねあのその日その日の状態に合わせてる感じですね、はい、準優勝戦を戦う上で今の船足はいかがですか はいいい状態だと思ってます、具体的に何か言えることありますか全体的に、初日からは、いき足が物足りなかったんですけど、そこも来たので、いい状態だと思ってますスタートの方は、もう大丈夫ですか大丈夫じゃないですね、ちゃんとしないといい思ます当然、1号艇なので気持ちも入ると思いますが、見え方としてはいかがなんでしょうか日に日に合ってきている状態ですね、スタート感も。 地元の g ン戦、準優勝戦1号艇で迎えるというのは、どんな思いがありますかあの地元の準優勝戦、準優勝1号艇自体がそんなないんで、はい、あのそこまで気負わずにというか、うんうん、意外と冷静にしなきゃいけないなと思ってます <laughs>、はい、ただ、これだけたくさんの地元ファンの方の声援は、今節感じてらっしゃいますよね。はい恥ずかしいんです <laughs> それでは 準優勝戦に向けてファンの皆さんにメッセージお願いしますはいえっと優勝戦の料理精一杯頑張りますのでご占いよろしくお願いしますありがとうございました一号艇佐藤翼選手でした続いては二号艇浜野谷健吾選手ですよろしくお願いしますお願いします浜野谷選手も予選はオール三連隊今節はどのコースからでも安定した走り見せてくれてますねうん、まあよかったですね <laughs> はい。まあ初戦白星スタートだったんですがあの時もいいコメント出てました そうですね前傾から感じは良かったんでね、えーはい、問題ないですその後も変わりなく、は良さそうですか、まあ、気圧が一番下がった日はちょっとねきつかったんですけどね、あとは大丈夫です、はい、どんなところが気に入ってるんでしょう、まあ、スタートしやすくて、乗りやすいですね、はいき、はいうん、足から伸びの部分は、初日から言っていましたが、もうターン回りも問題なさそうですか、うん、昨日感じ、良かったんでね、はい、えー、いいと思いますはもう初日、わった時には、あとは減量だけだとおっしゃってまして。 もうその原料も順調です <laughs>、まあ、もう起きないですけど <laughs> <laughs> でも気持ちの方ではよいい気持ちで望めそうですよねそうですねはい、うん、今日は二号艇となりますここはどんなレースをまあそうですスタートいってはい、えー、展開作りたいと思いますそのスタートですが見え方の方はいかがですか見え方は合ってるんでねあとは度胸ですかね <laughs> その度胸の方は まあ、気分次第で,いいです。わ <laughs>、はい、かりました。え、それでは、ファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。えー、そうですね。戸田でこんなにいい久しぶりなんでね。はい、精一杯走ります。お願いします。二号艇浜野屋健吾選手でした。続きまして、三号艇萩原秀人選手です。え、萩原選手も昨日待望の初一着となりました。予選振り返ってみていかがですか。はい、良かったと思います。はい。ふだんは現状どんな雰囲気なんでしょうか。 バランスが取れていもいとも、うんね、と気になるモーターではあったんですが、走ってみて、今節、いかがです、水面の方は水面は。狭いです、うん、でも、結果的には予選突破いたしました、はい、具体的に特徴というのはありそうですか、いや、悪いところがないので、うん、まあ、現状維持で、はい、はい、スタートの見え方ですが、ここまでいかがでしょうういやなんかもう日替わりなので、<ー>今日まだ特訓してないので。うん はい、見えれば、まあ、それなりにいきますし、うん、見えなければ平均スタートぐらいを狙っていきたいです、うん。準優勝戦に向けては、じゃあもう、大きな作業はなさそうですね。すると思いますあ、しなさそうですよね、いはい、あよかった、<laughs> じゃあもう、このまま、<laughs> まあ、得意って回転ぐらいは合わせますけど、大幅に調整することはないと思います、はい、今日は3号艇となります、どんなレース、見せてくれるんでしょうかいや、まあ、1コーナーたどり着いた時の展開で。 考えます狭いながらもいやもう狭いので <laughs> なるべく守りに入りたいですけどちょっとコース的にもなんかわからないです、まあ、い,いって考えますわかりました<っ>それではファンの皆さんにメッセージお願いしますはい最後までしっかり走りますのであのボートレースとのレース楽しんでくださいありがとうございました3号艇萩原秀人選手でした続いて4号艇篠崎仁志選手ですよろしくお願いしますお願いします 篠崎選手も今節予選突破となりましたが、船足的には、まあ、普通というようなコメントでした。は,い、はい、改めていかがですか。本当中堅ど真ん中って感じですかね。はい、まあ、皆さんと、足合わせしてるわけではないんですが、女、はい、優メンバーの中では、どんなふうに捉えてますか。まあ、ちょっと、見劣るところもあるんじゃないかなっていう感じはしてますけど。はい。まあ、そんな中で、船足に変化というか、気に入ってるところというのは、出てきたんでしょうか。うん、ちょっとそこがないんで、あの、もう,う。 朝一から時間ある限り調整してるんですけどちょっといいところを見つけながらいきたいと思います現状は何かいいところっていうのはありそうですかうんそうですね、うん、とりあえず乗りやすい感じでいけたら、はい、まあ伸びは多分つかないというかもうちょっと厳しいんでその4号艇での登場となります戸田の4号艇っていうのは、はい、人志選手にとってはうんそうですね、はい 正直難しいコースでもありますし、まあ、攻めていけるような足でもないんで。んまスタート。花切っていきたいなとは思ってますけど。はい。それでは、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、精一杯頑張ります。お過しください。ありがとうございました。四号艇篠崎仁志選手でした。続いては五号艇山口千代選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。予選突破となりました。今節のモーターを考えて、ご自身ではどんな風に振り返りますか。 まあ、あのよくできたと思います、はいはい、気に入っている船足というのはどんなところになりますか行き、まあ、足と出足はまずまずだと思いますね、今節あの、気温が高かったり気圧も低かったりと本当に水面コンディションいろいろ変わったんですが、はい、風なんかも変わって、はい、そのあたりは気圧が低いときはもうあのいい出足もなくなって、うんはい、ただの,あの出てないエンジンになったので。<laughs> まあ今日はそれはないと思うので、ええ、まあ出足だけはしっかり生かしていきたいなと思ってます今日は5号艇で登場となります今回のメンバーをご覧になってどんな作戦考えますか作戦はないですねもう<い>あの4号艇にお任せして <laughs>、はいはい、あとはもう空いたところがあればそこに、はい、行きたいいと思います、はい、狭い水面ではありますけど逆に5号艇でも遠くはないですよね。 そうですね、うん、まあ昨日インから言ってここ狭いと思ったんで <laughs>、はい、まあ5コースぐらいが自分のターンをするにはしやすいかなとは思ってます、うんはい、スタートはどんな思いで行きたいですかまあ一歩持ってるんで、はい、はい、分かる範囲でそうですね1丸ぐらいは全速で行きたいと思いますそれではファンの皆さんにメッセージお願いしますはい穴田瀬良神経勝負します応援の方お願いしますありがとうございました山口千代選手でした続いて6号艇黒井達也選手ですよろしくお願いしますお願いします えー、今節は4コース角まくりでスタートいたしまして勝負がけクリアとなりました、はい、どんな予選でしたかそうですね、最後まで一層も気が抜けない感じでした走ってみて、現状の船足はいかがでしょうかバランス取れて足は悪くないと思いますうん、うん、このあと作業の方は何かやる予定ですかうん朝一、プロペラ叩いて乗って、感触は悪くなかったので、微調整でいきたいと思います。はい 何か特徴をつけたりとか特徴がある部分というのは今節なかかったんででしょうかうんそうですね、うん、飛び抜けてここっていうのはないんで、うん、しっかり展開つけるようにしたいと思います、はい、戸田の6号艇ですが、はい、今日はどんなレースにしたいですか、まあ、チャンスはなくはないあの枠だと思うんでしっかりあの最低限自分ができることをしていきたいと思います。 戸田のね、六号艇、六コースは遠くないという方もいるんですが、はい、地元水面、戸田生まれの戸田育ち。はい、どう攻略しましょう。そうですね、しっかり優勝戦乗れるように、あのー、集中したいと思います。それでは、ファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、一層集中します。応援よろしくお願いします。六号艇、黒井達也選手でした。